平成22年10月23日、阿蘇市黒川の農村公園アピカで、第5回阿蘇日の山期学童野球新人戦大会が行われました。今大会には、県内から16のチームが参加。1日目の23日には、4つのパートに分かれて変則リーグ戦を行い、翌24日の2日目には各パートの勝者によるトーナメント戦が行われました。阿蘇市からは阿蘇西イーグルスと阿蘇ドリームズ、そして阿蘇ビクトリーの3チームが参加しました。2日目の決勝トーナメントには阿蘇ドリームズが勝ち進み、優勝は逃したものの見事準優勝を勝ち取りました。会場には保護者らが応援に詰めかけ、熱戦を繰り広げる選手たちに声援を送っていました。